バハル・アルガザール州は、南スーダンの州。面積3万5 4 3トル人口72898人。州とは、アウェール。ワラブ州、西、バハル・アルガザール州、レーク州とともに、バハル・アルガザール地方に属している。北を、スーダン領の南ダルフール州、東を、アビエイ及び、ワラブ州、西と南を西。 バハル・アルガザール州と接する。北のコルドファンのアラブ人と、この地域に多く住む、リンカ人とは、長い接触の歴史がある。植民地時代の関係は平和的であった。スーダン独立後、特に内戦勃発後は関係は、急速に悪化した。この地方には、スーダン領西コルドファン州から西、バハル・アルガザール州の州と、ワウへと向かう鉄道が走っており、スーダン内戦時には、 焦点の一つとなっていた。スーダン政府に支援されたコルドファンの民兵がこの地方へ侵入し、リンカの村で略奪や暴行を行ったため、この地方では多くの被害が出た。現在でもアビエ地区を挟んで西コルドファンから北バハルアルガザールにかけての地域は南北スーダンで最も政治的に敏感な地域となっている。北バハルアルガザール州は 五軍に分かれている。北アウェル軍、東アウェル軍、南アウェル軍、西アウェル、軍中央、アウェル軍。ありがとうございます。